どうも山本明です。今回の動画ですね、ジンバルのオービットショット、旋回の、ね、解説をしていきたいなと思っております。はい、ではね、早速ねやっていきたいと思います。でまずはですね、旋回の前にこのね、パンの動きですね、はい、それのねやり方をまずご紹介していきたいなと思います。でまずですね、このパンの動きっていうのは体をねこう動かすんではなくって、はい、じゃなくてですね、このね、このグリップ部分を先に動かすというところが、ポイントになります。まあ、特にジンバルの操作っていうのはグリップの動きが、先にね、来ますので、そういった形でやっていくようにしてください。まずはね、実践してみましょう。はい、で、パンするときっていうのは、このグリップを回してから動かす、グリップを回してから動かすというね、まあ、グリップを動かしたら勝手にね、動いていくんですけど、まあ、そういう形で、取るようにしてください。はい、まあ、体ねこう動かすんじゃなくて、はい、このね、グリップを回して動かす、グリップを回して動かすというね、この下半身から上半身がついてくるみたいな、はい、動きを心がけてください。ちょっとね今ね雷が鳴ってはいるんですけど、はい、そういう流れでね今からやっていきたいと思います。はい、まずはですね、もう単純に、このねセンターに人物がいてですね、それを中心に回っていくよということをやっていきたいと思います。じゃあまずね、こんな感じで撮っていきます。はい、で、まずね、このカニ歩きじゃないです。はい、まあ、カニ歩きじゃなくて、このね進行方向に、体を向けてですね撮っていくよという感じになりますね。はい、で動きとしてはジンバルの回っていくね動きに合わせて、歩く速度も合わせていくという感じになります。はい、こんな感じですね。でできる限り、まあ、やりやすい方法としては、こんな感じですね、ジンバル、まあ、バリアングルだとか、三軸チルトだとか、はい、まあ、そういったねモニターがあるかと思いますけど、まあ、このねこういう向きに向けてあげればよりね簡単にできるようになるかと思います。はい、これ、ね、もう画面を見ながらでもできるという感じになりますね。ちょっと早いかな。はい、で歩く速度に、まあ、このジンバルが回っていく速度に歩き方をね、合わせてあげるという感じですね。はい、まあ、これぐらいかな。はい、こんな感じでちょっと、回転の方が早い。はい、まあ、これぐらいね合わせていくという感じかな。雷が鳴ってます。はい、まあ、こんな感じですね。はい、いいよ。で実際ね、今こっちに360度カメラがあるんで、まあ、これでねやっていきたいと思います。フォーカスがねでも合わないね。フォーカスが合わない。ちょっとエリアを絞って人物ではないので、うん、まあ、こんな感じかな。はい、ちょっと、まあ、斜めに向けてこれでね撮っていきます。まあ、こんな感じですね。持ち方は、まあ、こういう感じで私はね撮ってます。ちょっとセンターに乗ってないね。はい、でこのねジンバルが回っていくところをね回っていく速度に合わせて、歩く速度もね、合わせていくという感じになります。はい、まあこんな感じですよ。雷がなってます。はい、もうね、下半身は、このね進行方向を向いているという感じになりますね。はい、でこう回っていくという感じになります。よいしょ、 OK。 雷が結構鳴ってますね。で今度はですねちょっと変わった撮り方を、まあ、していきたいと思います。はい、でまあモードはですね、パンチルトフォローモードですねに切り替えます。一回、休止モードにして、
このね、吊り下げモードに切り替えます。はい。で、これで電源をちょっと入れて、まあ、こんなね、感じの取り方になります。で、若干このモニターがね、見づらくなりますけど、まあ、ケーブル接続してると。はい。まあ、それはね、ちょっと考えて取っていくようにしてください。こんな感じでね、取っていきます。この上からとか、こういう感じもね、できるので、で、このローアングルから下に向けて、取るとOK で、まあ、同じようにね、こっちで、やってる姿を撮っていきたいと思います。いいよ、もう離れてていいよ、うん、これでやっていきます。ちょっとね、角度が見えにくいけど、はい、まあ、こういう感じでね、ちゃんと軸になるように取っていく感じ。はい。こういう感じで取っていきます。はい。で、ちょっと持ち手を変えて、まあ、このままね、水平に取っていく感じもできるし、はい。で、まあ上からね、ちょっとこう見下ろす感じで、取ることもできます。はい、ちょっとこれで合わせていく。で、進行方向は常にこうね、足の向きは進む方向ですね、になります。はい、まあ、こんな感じかな。で、一回ね、休止モードにして、このね、元の体勢に戻すという感じになりますね。はい。で、OK。はい。じゃあ最後は、FPV ですね。FPV、このパンチルとロールをね、すべて動かした状態で取っていきます。で、片手でね、まあこういう感じで、まあ両手でもいいか。はい。まあね、ミュージックビデオみたいな感じで撮ると。いう感じになりますね。ここちょっと離れていったりとか、で近づいていったりとか、はい、OK。で、まあこのね、今と同じように、まあ、やっていきますけど、じゃあこれでちょっとね、こういう感じで、ちょっとピントが合ってるかどうかわかんないですけど、はい、撮っていくよという感じになりますね。ちょっと離れていったりとか、はい、まあ、こんな感じになるよと。いうところです。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、まずはね、見て覚えるという意味でもですね、私のね、動きだとかを、まあ、真似していただいて、やってみてください。で、あとですね、まあ、このやり方っていうのは、私がね、まあ、独自にやってるものなので、まあ、これが正しいというわけではありません。まあ、なので、まあ、ご自身でね、やりやすい方法だとかを、まあ、見つけて、やってみるのもいいのかなと思います。はい。まあでも長年ね、私はジンバルこう取ってて、まあ生み出したというか、一番やりやすい方法として、まあこういう形でね、やっているよという形になります。はい、てな感じですかね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回この動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。